はい、本日ご紹介するのはこちらのバイオハザード仕様のモバイルバッテリーです。こちらはですね、3000mAh の容量のバッテリーで、あとはですね、ここに開いたら仕様が書いてあるんですけど、マイクロ SD カードリーダー搭載、これ開いたら中が見えるのもいいですね。店頭に来たらこうやって中開いて確認できます。ちなみにこの BSAA っていうマークが書いてあるんですけど、こうバイオハザードの世界を知る人にとっては結構嬉しい見た目のバッテリーとなっています。お、出てきました。結構ですね、薄くできてますね。これ持ち運びにすごく便利そうです。あとは手触りがこうマット仕様というかサラサラしていて、指紋が残りにくいのも綺麗に使えていいと思います。これなんか書いてますね。アウトプット、インプット、マイクロ SD、 なんだろうこれ。おお、すごい、これかっこいいです。これ今ですね、この爪があってこう引っ掛けたらこうパカッと出てきました。すごいですね。なんかメカメカしいのがめちゃめちゃかっこいいです。シャキーンって感じ。なんかここからロケットランチャーとか出てきそうなすごいバイオっぽい感じのギミックがかっこいいです。あと、あ、これ今気づいたんですけど、これここをカシャンと開くと、このあのバッテリーの周りにこう透明な部分があるんですけど、そこが青く光ります。暗い場所だったら結構かっこよく見栄えもいいんじゃないかと思います。バイオファンだけではなくて、モバイルバッテリーを探している方はとてもおすすめです。気になる方はぜひ記事の方をチェックしてみてください。